明けましておめでとうございます。まずはこの1月1日の能登半島地震におきまして、被害に遭われた方々のご冥福と、一日も早く日常を取り戻されることをお祈り申し上げます。さて、この YouTube で動画を配信し始めてから、この正月で4年目に入ります。ということはこの3年間で30本以上のお説法動画を公開してきたことになるわけですけれども、カメラや照明などの機材は、まあ立派になっていく一方でですね、まあ、肝心のお説法の方が、まあ、全くこう上達していかないと、いうことに、まあ、改めてこう驚き、また反省をしているところであります。この動画を公開し始めたきっかけ、動機としては、まあ、いつもお寺でしているお説法を、もっと多くの人に、まあ、聞いてもらいたいというふうな、まあ、単純なものでありました。それが、まあ、おかげさまで、一番、再生回数の多い動画では3万回以上も、まあ、見ていただいておりまして、まあ、大変ありがたいことだなと、もう想定以上に、まあ、多くの方々に見ていただけていると、感謝をしております。そして、動画に寄せていただいているたくさんのコメント、そして、動画 YouTube 見てるよというふうにお声をかけてくださる、まあ、そういったことにですね、そういった皆様の反応に支えられて、今まで3年間動画を続けられてきたと、まあ、このように感じております。本当にありがとうございます。4年目に入るこのチャンネルですけれども、今年の目標はメンバーシップをさらに充実させることです。去年の夏に、まあ、早朝招待会という形でメンバーシップを開始させていただいたんですけれども、まあ、残念ながらと言いましょうか、まあ、私の宣伝不足というものもありまして、まあ、ほとんどメンバーが、それ以降ですね、増えておらないというのが、まあ、現状であります。まあ、そもそもその招待会という内容が、まあ、世の中のニーズと合っていないような気もしておりまして、今年は、まあ、そのあたりをですね、大幅にリニューアルしたいなと、このように考えております。私がこのメンバーシップでやろうとしていることはコミュニティ作りです。YouTube の動画は無料で誰もが見ることができ、また気軽にコメントできるというのが良いところだと思います。しかしその気軽さゆえに、他人のことを誹謗中傷したり、また無責任な発言をするというふうなことが、まあ、散見されるのも、この YouTube の世界ではないかなと、このように感じています。そこで、有料のメンバーシップという、まあ、機能を使うことで、本気で私と語り合いたいというふうに思う方々と、まあ、出会いたい、そして、同じ方向を向いてお互いに励まし合いたい、まあ、そういう仲間づくりをしたい、まあ、このように考えているわけであります。またこの日蓮大聖人の仏法を信仰しながらも、お寺にはなかなか馴染めなかったり、また自分の心に正直に話すと周りの人に惹かれてしまう、そんな気持ちを抱いている方が全国には実はたくさんいらっしゃるのではないかな、このように思っています。そのような孤立した人々が緩くつながれる、そんな場であったり、また声なき声を集める、そんな場があってもいいのではないかな、このように考えたわけであります。ということで今年は今まで通り、より広く多くの方々に仏法に親しんでいただける動画をお届けしつつ、
もっと深い部分でつながれる仲間づくりというものをしていきたいと、このように考えています。この春頃にはそのメンバーシップをですね、新たにリニューアルしたい、そのために準備を進めていきたいと、このように考えておりますので、ぜひともチャンネル登録をして、状況を見守っていただければと、このように思っております。この1年が皆様にとって良い年となりますよう、心よりお祈り申し上げます。本年も何卒よろしくお願い申し上げます。